産コンビを探せお味噌汁編。よいしょ。いやー、やはり日本の心、はい、お味噌汁は欠かせませんね。この3人でやっていくんですけども、はい、ゴールデンコンビは初登場ですね。はい、ヒカリンでございます。はい、みんなのアイドルヒカリンだよ。フリータレントの山口ヒカリと申します。どうぞ。いや、素晴らしい。すごい方が来ましたね。そうですよ、はい、女性が来ましたよ、初めて。あ、よろしくお願いします。料理はどうですか？料理はもうもちろんシェフなので。ああ、シェフなんですか？シェフ、あ、シェフすごいびっくりした。プロが来たかと思った。ここでシェフなんで爆弾級になる。でもシェフってことはやっぱり作るわけですもんね。そうですね、わかりました。ちょっと今日は期待しつつですけども、はい、で今回はこのお味噌汁にぴったり合う組み合わせ、これが食材なのか調理法なのか、これはもう問いません。はいはいはい、素敵な組み合わせを考えてくればそれで大丈夫です。はい、で点数がですね、はい、3項目ありまして、味、手軽さ、そして独創性。おで、それの合計点数が一番高かったコンビが今回のゴールデンコンビと。お、はいはいはい、ということで今回はお味噌汁に対する組み合わせ、はい、考えていきましょう。はい、はい、さあ、それでは新作の組み合わせ発表お願いします。私はこちらです。はい、味噌汁たすトマジュでございます。トマジュ、トマジュは分かるでしょ。分かるでしょ。トマト、トマトジュース。そうですよ、トマトジュースでございます。えげつないの持ってきてる。いやシルシルじゃん。もちろんです。今日はご飯はございます？ご飯ありますよ。あ、よかったです、よかったです。それはやっぱり日本の家庭通り。もちろんもちろん、どっちもね、やっぱ美味しいですから、汁として。なるほど。まあ、ちょっとね、早速も作って。わかりました。もう結果でね、見せたいと思います。じゃあちょっと新作の作り方お願いします。はい、それでは、うん、味噌汁たすトマジュでございます。あ、トマトジュースね。はい、トマジュはトマトジュースでございました。どう作るかはね、楽しみなんで、まあ、材料こちらです。はい、ご飯、ご飯、チーズ、はい、卵、お、トマジュ、はい、でブラックペッパー。ブラックペッパーですね。はい、大体分かった。もうそういうことコメントいらないんです。あ、すいません。はい、まあ、あれでしょうね。そあれですね。味噌汁ね。味噌汁で、ね。でも味噌汁温めていきます。はい、ご飯を入れます。味噌汁に。はい、ご飯。はい。ご飯を入れますよ。ほらほらほら。ほらほら。そう、猫まんまっていうやっぱね、そういう印象があると思うんですけど。いや、もうやりますよ、これ。まあ、これはね、多いですよ。その時にやってた。子供とか好きですから。で、こちらにトマトジュース入れます。え、トマト、トマジュ？トマジュ入れます。トマジュ。トマジュ入れます。水分多くない？飲み物だ。簡単ですよ、もう。確かに今味噌汁にご飯入れて、本当に簡単。トマトジュース、はい、あ、失礼、トマジュ、トマジュ、トマジュと。いや、でもね、うまそうだよ。うん、美味しそう、美味しそうでした。普通にトマトリゾットだ。ですよ。そこにね、チーズと卵を入れます。おぉ、チーズ入れます。はい、おぉ、ダイナミックに。ほう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 、うん、はい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 、よし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 、卵入れます。卵、あ、溶かないんだ。あ、もう直でそのまま。そんなもう溶いてる時間、端がもったいない。端一回一回、これもう混ぜれば完成ですよ。あ、そこで。うわー、ちょっと、いや、うまそうかも。なにこれ、完璧ですよ。なんか美味しそう。なんか卵がゆのトマトバージョンって感じで、うん、もう簡単ですから。え、これなんか数足していくだけ。おじやみたいな感じなんだ。もういいですよ。オーケー。どうする？はい。え、もう早っ。はい、終わりです。手軽さで言うとめちゃくちゃポイント高いかも。これにちょっとね、ブラックペッパーを。ちょっとよそってからブラックペッパー。そうですね。そうしましょうか。意外とパックも薄いんだ。なんか綺麗に調和しましたね。よし。なんか病人食みたいな。ブラックペッパーをね。おお、温めていいから。今の一振り余計だったかもしれないな。できました。あ、完成でございます。こちら何ですか？完成でございます。これ何ですか？味噌汁トマトリゾットです。そのままだな。はい、トマジュじゃないんだ。おわスタジオ、さあ実食でございます。お楽しみ。いや、ちょっと美味しそうですけどね、うん、見た目もいいですね。皮
香りもなんかちょっと味噌汁っぽさもありつつ、みんな好きな色ですからこれは。確かにね、はい、まあちょっと味がどうなのか食べてみましょう、はい、いただきます。なるほど、おいしい。でも味噌汁強めだね。いやでもトマトジュース、私結構もうちょっとガツンとくるかと思ったんですけども、うん、酸味が最後の方にちょっと感じられるぐらいで、ね、なんか本当に旨味と酸味のバランスがめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ。あとなんか最後のブラックペッパーも効いてて、本当に美味しい、よかった。光に呼んでだから本当に息子のメニュー食に作りたい、うん、ありがとうございます。本当本当いいもの入ってますね、うん、本当栄養的にも。わかりました。じゃあ、はい、そういったものを踏まえて、はい、採点に行きましょう、はい、せーの、ズドン。19点23点、22点。お、ちょっとひかりんのから聞いていきますか。はい、おうおう、いや、味は10点満点でした。ありがとうございます。5タイプの味でした。ほらほら、うまかった。よしよし。で、独創性は、まあ、半分ぐらい、うん、で、手軽さは7ですね。なんなん、あと3点足りなかったらトマトジュースを買いに行くのが面倒くさい。え、家にありません？ないないない、家にあったことない。家にありません、トマトジュースは。あったことない。え、どういう家ですか？普通ある。多分ね、トマトジュースはみんなあるんだけど、トマジュっていうのを置いてないから。あ、そっか、トマジュはトマジュっていうので手間がかかってる。あ、そっか、トマトジュースに。トマトジュース、トマジュです、はい、ダメです、トマジュです僕はね、確かに味もね、うん、9、うん、まあ、なんか10点にしちゃうよりも、まあ、含み持たせて一品目だから9にしてきました。ほうほうほう。手軽さも確かにもうお米入れてトマジュ入れて、うん、チーズ入れて、ほら終了。で、どうせ1です。厳しい。ちょっと、いや、厳しい。え、いや、これね、ちょっと新作はチーズに頼りすぎてる。卵かけご飯の時も、そっかそっかそっか、米とチーズ混ぜて、今回また米とチーズ混ぜて、いや、もっとね、殻を破った新作が見たかった。新作どうですか？自己評価。僕も9、一緒ですかね。9、9。お、一緒。まあでも今回自分に半分点数上げていいかなと。確かに普段自分に厳しい、厳しいです。どう上げて。でもトマトジュースを思いついた自分はやっぱりセンスあるなと思ったんですけどね。なるほど、はい、思いつかないですよ。トマトジュースだったら点数高かったです、うん、トマジュだから書き直していいですか？書き直していいですか？ということで、はい、新作の組み合わせ64点でございました、はい、ありがとうございます。これは結構点数高いですからね。高い方ですか？高い方です。高いんだ。ありがとうございます。点台が出ればいいのが出ます。ほう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 。では続いて組み合わせいきましょう。はい、夏に食べたい味噌汁のひえひえ煮こごり。おい、ちょっと待って、これならめちゃくちゃ食べやすいかも。ほんと、これは使えるよ、子供に。